淀橋秋葉、アキバ、葉、淀橋秋アキバ、淀橋アキバ、英称、淀橋アキバは、東京都千代田区神田花岡町一番地一、秋葉原駅前にある、複合商業施設である。建物は高さ60メートル、地上9階、地下6階、地下2階から地下6階は駐車場で、淀橋カメラの中では、淀橋梅田に次ぐ規模である。また、淀橋カメラ店舗で、地名表記が、 ラテン文字になっているのは当店のみである。地下駐車場は520台収容できるが、最近では車の入庫具合で仮想会が開くようになっている。平日は地下5階地下2階が、土曜日は地下4階地下2階、混雑時は地下5階まで開放が、日曜、祝祭日は地下5階地下2階が開いている。また、地下6階は日曜日の大混雑時のみ、 稀に開放するため、地下6階は、車が大混雑しない限り平常になっている。特に日曜日や12月のクリスマスシーズン、元旦のお正月シーズン等の繁忙期は、多くの車が入庫するため、周辺道路も混雑する、可能性が非常に高い。地下6階には、有料の自転車駐輪場も併設されている。平日はおむね地下5階まで、土日祝日は、 お昼前後で地下4階まで、日曜日の大混雑時はお昼前後で地下5階まで開いている。雨の日や暑い国所は多くの車が入庫しやすい。夕方以降は出庫ラッシュが続くためお時間をいただく場合がある。大手家電量販店であるヨドバシカメラのマルチメディア秋葉1階から6階を中心にタワーレコード7階の一部書店の有林堂。 7階の一部や、10サーバー、1階の一部など、多数の何都が入居している。外国人観光客が多い地域であることや、周辺にオフィス街が広がっていることから、各種家電の他にも旅行グッズ、文具などの品揃えも豊富である。JR 中央改札口側の出入り口の上、壁面には、全長9.85メートルの大型ビジョン、ヨドび、 ヨドバシビジョン秋葉が設置されているほか、1階2階、エレベーター前には、大型ディスプレイ、ヨドビ TV が設置されている。2001年、平成13年10月に、日本鉄道建設公団の所有地、日本通運、日本運輸倉庫跡地を取得、川崎ルフロン店での試行結果をもとにして、2005年、平成17年9月16日に開業した。 先行開業しているマルチメディア梅田と同様、デパート風の建物、広い売り場、豊富な品揃えに加え、カフェレストラン街等の併設という、これまでの家電量販店のイメージを覆すものであり、これらが走行して、連日多くの客が訪れ、今や秋葉原のランドマーク的な存在である。また、人気製品が発売されると客が、店頭前に殺到し、 発売日前日に数百人規模で行列ができることがあり、こういった行列風景をマスメディアなどで報道されることがある。秋葉原の電気街とは線路を挟んで反対側に位置していることなどから、ヨドバシ秋葉開業以降、電気街側の多くの家電量販店が客を奪われ、閉鎖に追い込まれた。しかし、秋葉原を訪れる人の数字体は増加しており、 ヨドバシ梅田の開業で地域そのものが衰退した、デンデンタウン、大阪日本橋とは違った様子を見せている。同区画の北西の一角には別の商業ビルが建っている。テーマソングは、他店舗同様、リパブリック参加の替え歌、ヨドバシカメラの歌であるが、マルチメディア秋葉専用の歌詞になっている。歌詞の一部が、新宿西口本店用のものと共通しているため、 秋葉原駅を通らない中央線が登場するほか、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスも登場する。マスコットキャラクターは、従来の電車のキャラクター、山手くんであるが、2009年4月下旬頃から、メイド風の女性キャラクターが登場した。服装は、山手線の車両 E231 系、電車500番台を元にしたデザインで、 カラーリングは山手線を元にした緑系をはじめ、数パターンもある。ビルの外装のほか、店内のポップ、テレビ CM にも登場している。2009年、平成21年6月頃からは、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの車両をもとに、下デザインの服を着た、羊風の男性キャラクターも登場。7月頃から、女性キャラには、ヨドちゃん、男性キャラには、 ヨドくんという名前が付けられている。この他ヨドビでの外国人向け英語店舗案内映像には、スペシャルヨドバシアンバーサダー、店員、ジョジエとコスプラフェアリー、コスプレをした妖精のチビが登場している。また、2012年よりビルの外装のキャラクターを山ぬてくんに戻したが、同年夏頃に外装看板のリニューアルのため外し、空き状態となっている。 2018年7月現在、2009年、平成21年7月11日発売の、Nintendo DS 専用ソフト、ドラゴンクエスト9星空の守り人、以下、9に搭載されているすれ違い通信を充実させるため、同時期から店舗前に、ゲーム中の施設名を用いた、ルイーダの酒場なる通信専用スペースを設けていた。通信目的のユーザーによって、店内、 特に6階のゲームコーナーが混乱しないよう、連日このスペース内で通信をするよう呼びかけていた。2010年、平成22年4月28日に発売した、ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2以下、ジョーカー2においてもこのスペーが活用され、すれ違い、コロシアムと掲げられていた。ルイーダの酒場そのものは2010年3月頃には撤去されたが、 その後も任天堂 d s および後継機の任天堂 3DS 用ソフトのすれ違い、目的などでゲーマーが集う光景が見られ、ネット経由でアイテム等を配信する場としても活用されている。ナインにおいては、大勢の利用者がいることにより、宝の地図の受け渡しを容易に行うことができ、特定のモンスターが多く出現する、地図、 貴重なアイテムのある宝箱の多い地図、歴代ボスキャラクターと戦闘ができる地図などの有益な地図を多数入手することができる。ジョーカー2ではすれ違い通信によるバトルが主目的となっており、多数のユーザー同士の対戦が実現していた。毎日利用者が殺到するため、近隣の喫茶店などはすれ違い通信のために長時間居座られることに憂慮し、 店内ではゲームをプレイしないよう呼びかけていた。セーブデータ改造ツールを使用した改造データで通信を行うプレイヤーも大変多く、マナーの悪さが指摘されていた。2009年、平成21年9月11日からアーケードゲームドラゴンクエストモンスターバトルロードイートの連動要素が開始され、一時期は6階にもすれ違い通信用のスペースを設けてはいたが、 もともと狭い通路を使用していたため人がぶつかり合うことが多く、店舗では安全上の理由として、この店の筐体からは連動が行われなくなる措置を取った。その後2010年、平成22年9月下旬に稼働が終了し、筐体は撤去された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。